健太、そして9番の小橋正義、6番の梅山が3番手、中段から8番の吉松が動いていく、7番手から、いや6番手から7番の柴田はどうしますか。前1番の木澤健太、後ろを見てペース上げている。2番手9番小橋正義、6番の梅山が3番手、8番の吉松が4番手、後方から7番の柴田、6番手から5位に上がってきました。さあ1番の木澤健太をかぶせた、7番の柴田隆二先頭、2番手は3番武井大輔が2番手、5番の井田と難関勢で来ている。さあ後ろごちゃついておりますがどうでしょう。後ろから4番の石田が中段あたりを上がってくる。インコース1番の木澤と並走です。7番の柴田隆二先行です。2番手3番の武井大輔、5番の井田が3番手、あとは4番の石田が4番手に上がって、1番の木澤は中段5番手、後ろは9番の小橋、その後ろ2番6番並走、ラストは8番の吉松直人です。先頭警戒に飛ばす7番の柴田、車線切った3番の武井、後ろから1番の木澤まくってくる。直線コースになりました。7番の柴田先頭だ。武井大輔が抜け出して1着です。あとはどうか、5番の井田か。